意外と糖質が高い食べ物3選をお伝えしていきます。あなたはご存知でしたか？実は知らない間にかなりの量の糖質をある食材からですね取ってしまっている可能性があるんです。さあ今からこの動画をご覧いただきますと、あなたはその上手に糖質をコントロールすることができて、結果きれいに痩せていくことができるんです。その具体的な解決策をお伝えしていきますね。では、そもそもその糖質を取ることでなぜ太るのかということなんですね。まあ、イメージでも分かりやすいですよね。まあ、甘いものイコール太るというのはねもう常識なわけなんですけれども、そもそもその糖分をその取りすぎてしまうことであなたのその血糖値がですね緩やかに上がればいいんですが、バーンとですね急上昇してしまう食べ物なんですね。そうすることでインスリンというホルモンがまあ分泌過剰にされることで体の中にそのどんどん脂肪をまあ溜め込んでいってしまうというね、この悪いサイクルに入っていってしまうというのが一つと、もう一つはその糖質ですね。甘いものは、あなたの腸内のその悪玉菌、まあ、イコールデブ菌と言われるですね、太る原因となってしまうその菌の大好物なわけです。餌となってしまうわけですから、あなたのその腸内環境がどんどん悪くなって結果、太ってしまう、こう体質へとこう偏っていってしまうものなんですね。ですからここでその糖質も必要な栄養素なんですけれども、取り方、まあ、工夫、そして知恵がいるわけです。ではまずポイントをお伝えしますね。注意すべきことがあるんです。加工食品です。私たちがですね食べる食べ物ってまあほとんど加工食品今多いと思うんですね。全てを手作りってなかなかできないと思うんです。でその時にラベル、その加工食品のその成分表ですよね、裏にその原材料のラベル表示が義務付けられていますか、そこを必ず見ていただきたいんです。ここチェック項目で、例えば、あなたが手に取ったその食材の裏を見てですね、ラベル表示の中に今からお伝えするものが入っていたとしたら要注意です。これもほんの一例なんですけれども、糖蜜、添加糖、麦芽糖、スクロース、加糖ブドウ糖液糖とか、カタカナでこうなんかよくわからないようにですね、グルコース、マルトース、デキストロース、あとソトーとか、このようにその分けて表示されていることってすごくあるんです。後からお伝えするその意外と糖質が高い食べ物3選もこちらがですね、まあ、たっぷりと含まれているわけですね。でこれはラベル表示のマジックなんです。このように表示することで成分がですね、その砂糖がいっぱい入っているってこう言わないようにするための、まあ、工夫なんですね。なので私たち消費者は賢くなる必要があるわけです。このように書かれているそのあまりこう砂糖のイメージってないと思うんですね。特にこうなんか体に良さそうだなとかカタカナなどとこうよくわからないですよね、これなんだろうって。でもこれたっぷり糖分入ってますよ。で分けて書くことで集めた量はどれだけですかということです。もう糖分、糖質の、まあ、塊なわけです。ここまで大丈夫ですか？メモもできればされてくださいね。何回でもこの動画見直していただいて、なるほどってこういうのが入っていたらものすごく糖分取ってしまうんだなっていうのをしっかりと頭に入れてくださいね。では今から具体的に3選お伝えしていきたいと思います。ポイントはここですね。砂糖って書かれていないのに実は糖分ということです。糖質ですね、糖質。では1つ目からいきましょう。3選の、まあ、こちらも一例になるんですけれども、もう今、この内容で、入っている食品一例ですね。ではまずいきましょう。高い、意外と高いですね、糖質を含む食品の一つ目は、飲み物です。例えば甘い炭酸飲料、まあ、明らかにこうね糖分がいいだろうなっていうのはお分かりになると思うんですね。なのでその炭酸水、甘い炭酸水の代わりに健康のため痩せるためにソーダ、
野菜 100% ジュースに置き換えてみようとしたとします。よくあのコンビニにもよく売ってますよね、あのほんとちっちゃなパック 200ml のちっちゃな野菜ジュース 100% ですよ、まあ、半分、フルーツ半分野菜とかいうバージョンもあると思うんですけども、まあ、あの類のものは実は角砂糖が6個入ってます。いかがですか。例えばちっちゃい200だったらまあ6個でまだいいんですけども、この倍の200とか600とかその大きなパックを1日かけて飲んだとしたらかける3倍ですから、角砂糖18個分ですよ。いかがですか。ショックですよね。なので量が大切、適量を飲むということで、またこの加工されているものはもうほとんど栄養がもうありませんので、加工の段階でですね、なので、まあ、飲み方には工夫してくださいねということです。でまた例えば 100% の果汁ジュースってありますよね、リンゴとかオレンジとか、ああいったのもあの、まあ、もちろんそのお砂糖ではない果糖ですからいいかなと思って、あの、まあ、冷たく冷やして飲んだりされている方、注意です。あの 100% 果汁もその 200ml とちっちゃなこのパックのあの量だけで角砂糖が8個分も入ってます。いかがですか。200ってもう一気にチューって飲み終わりませんか。あんな量多分400ぐらい、軽くコップ1杯グラス大きいなどといかれると思うんですよね。それぐらいは飲めちゃう。でもその倍ですから角砂糖が16個分、たったグラス1杯の400の果汁ジュースであなたは砂糖を16個です、角砂糖飲んでしまっているということなんですね。あと乳酸菌飲料のちっちゃな65ミリの乳酸菌ありますよね、あれもたった65ミリリットルで角砂糖4つ入ってます。いかがですか。1日1本2本いけそうじゃないですか、こういったのもジューって。いかがでしょうか。実はあの食べ物で、まあ、例えばお菓子とか甘いもの控えていたとしても、飲み物であなたはもしかしたらお菓子を食べる以上の糖分を糖質を取ってしまっていたということなんです。では2つ目です。これもあの実はですね、ドレッシングなんですね。ドレッシングの、 あの、まあ、加工されたドレッシングですよね。裏の表分、あのすいません、成分表示、ラベル表示見てください。先ほどお伝えしたこういったものがあのどれか一つは入っていると思います。逆に言えばこういったのが入っていないあの無添加のドレッシングを買うっていうのは、私たち賢く、消費者ですねなるためには必要だなということをあの本当に強く感じています。あの例えばごまドレとかですね、まあ、ごまだから体にいいんですよ、もちろんいいんですけれども、あの 100g あたりなんと糖質 21g も入っています。すごい糖分多い、まあ、ドレッシングの、まあ、味なんですよね。でまたあのよくノンカロリーの和風ドレッシングってありますよね。あれはもちろんカロリーは低いんです、カロリーは低いんですけれども、実は糖質はすごく高いです。なので糖質を気をつけたいなっていう方は、たとえそのノンカロリーであってもその糖分という意味では、糖質気をつけられてくださいね。では次、3選の最後3つ目です。ソースです。ソース系、もう世の中いっぱいいろんなソースありますよね。美味しいソースいっぱいです。あのまあケチャップもそうですし、お好みソースとかウスターソースとか、こちらバーベキューソース、スパゲティソースも、ソース系って今ものすごくいろんな種類出てますよね。でその中もやはり先ほどのこの成分表チェックしてください。あのおそらく1つ2つは必ず入っていると思います。でこういったように書くことでお砂糖が入ってないってこう分かりにくくしてるだけであって、ものすごく糖質入ってます。あのケチャップなんかも大さじ1で糖質 3.8g あるって言われてます、いかがですか。なのでこうソースにしてしまうと、まあ、美味しいのでその多少甘くても分からないんですね。こんなにお砂糖入ってる、糖分入ってるって分からなくなるように今作ってあるわけです。ですから、私たち消費者はこういったのをしっかり学んでですね、そちらのそのこういったところに騙されないようにしないと、まあ、いけないということなんですね。あのほんの一例を出しましたけれども、例えばこうもしあなたがですねお菓子を我慢していたとしても、そのご飯の量を減らしてね、その糖質カット
頑張っていたとしても、例えば痩せようと思ったそのお野菜にこのようなものをこうドバドバかけて食べたりとか、その飲み物を知らなくてこう体にいいなと思って飲んでたものが実はものすごく糖分が入っていたとしたらいかがですか？もったいないですよね。さあ、いかがだったでしょうか？このお話をあなたご自身とぜひ大切な方々のためにどんどんシェアして差し上げてください。またこちら、LINE の詳細欄にですね、詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、こういったことをご相談してみたいな、どうやったら痩せるのかなって悩んでいらっしゃる方は遠慮なくご登録後直接私までご相談ください。一つ一つ丁寧にお返事を今させていただいております。またこの動画のお話役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。